超資本主義は資本主義を何らかの意味で進めたあるいは超越した思想、運動、体制である。ここではイタリアのファシズムによって提起された超資本主義について記述する。1933年にベニート・ムッソリーニは超資本主義と呼ばれる概念を提起した。ムッソリーニは資本主義は退化したと批判し続けた。彼は以前には 資本主義はダイナミックな資本主義、または英雄的資本主義、後には国家的資本主義、最後には腐敗した超資本主義になると主張した。ムッソリーニはマルクス主義者のシステムを国家超資本主義と呼んだ。ムッソリーニによると国家の介入には4つの種類がある。一番目は自由主義諸国での組織化されない散発的な介入で超資本主義で、 最も使用される。二番目は超資本主義での共産主義者による介入である。三番目は彼は最初の二つの国家的介入システムのコンビネーションと考えたアメリカ合衆国が使用した干渉である。ムッソリーニはイタリアのファシズムはイタリアの農業部門とは互換性のない超資本主義ではなく近代化や技術開発に貢献するダイナミックで、 英雄的な資本主義を支持すると主張した。ありがとうございます。